おはようございます。2014年5月16日金曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーター前川あやみでございます。さあ本日もですね、 FM 読谷の紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしてまいりますよ。さあ5月もね、もう折り返しました。そして今日は朝から太陽が見えてますね。嬉しいねえ。梅雨の中でちょっとこういう晴れ間がね見えると、すごいこういつも以上に太陽のありがたみを感じるなってね、ちょっと朝からはい思いながら、サテライトスタジオに向かったわけなんですけれども、いいですね。まあ雨があるからこそのこの晴れがあって、その嬉しさがわかるし、また晴れがあるからこそこう雨の良さも感じるっていう感じでね、こういう自然の良さもねこうプラスに感じながら、はい、日常の中で過ごしていけるって素敵ですよね。はい、さあ今日は5月16日ということで、日本旅のペンクラブ、略して旅ペンというね、ところが1988年に、旅の日というふうに今日制定しております。はい、まあ、せわしない現代生活の中で旅の心を大切にしてね、旅のあり方を考え直す日だそうですよ。この番組にぴったりじゃないでしょうかね。沖縄に観光にいらっしゃる方はやっぱりこう癒しとかね、こう自分の中で何かこうリフレッシュしたりリセットしたりっていうのをね、はい、また一つのこうテーマというか目的として、沖縄に観光に訪れる方も多いと思いますけれども、でそういう中でこう日々のいろんなことを自分の中で、ね、考え直すっていう、ね、機会にもなるかもしれないですね。はい、そういうのに沖縄のこういうウチナータイムはねもってこいなんじゃないでしょうか。そして今ですね、この生放送を私がお届けしているところがですね、読谷村という沖縄県の中部にあるですね、人口日本一多い村なんでございますけれども、この読谷村はですね、こう海もあるし、で緑の、ね、自然もあるし、そしてその他にも歴史だとか自然文化もうね、沖縄がねギュギュッと濃縮されたような、はい、そんな村でございます。はい、なのでね、ぜひまあ直接来てあなたの五感で感じていただきたい部分がねたくさんあるんですけれども、癒しでもいいし観光でエンターテインメントというかね、アクティビティなんかでも、はい、全て揃っているのがこの村読谷村でございます。さあそんな読谷村の魅力をですね、この番組で、10時までの1時間お届けしてまいります。ぜひ初めて読谷村という名前を聞く方も、そして飽きたことあるという方もね、さらに新発見再発見の読谷村をこの番組からゲットしてください。今日も10時までの約1時間ナビゲーター私前川あやみがお届けしてまいります。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ観光情報番組読谷ラジオでは毎朝ドライビングナンバーをお届けいたします。今日はですね、ちょっと朝から晴れてるということで、なんだか嬉しくなるし、思わずこう外にね出かけたくなるんじゃないでしょうか。さあそんなね、朝のスタートにぴったりな一曲をお届けいたします。本日のドライビングナンバー、沖縄県出身アーティストかりゆし58でピクニック。
本日の読谷ラジオドライビングナンバー、県出身アーティストかりゆし58でピクニック、お届けいたしました。9時8分となっております。ここで本日のお天気情報を皆様にお届けいたしましょう。まずはお天気概況からでございます。さあ、本日5月16日の沖縄地方は梅雨前線の影響で曇りの天気となる見込みです。明日17日は沖縄本島地方と先島諸島は梅雨前線や南からの湿った空気の影響で曇りの天気となるでしょう。大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょう。さあ本日ですね、でも青空ねちょっと見えてますよね。まあ雲は多いですかね。確かに。さあお天気がですね、曇りのち晴れマーク出ております。太陽マークがあるとなんだかねちょっと気分も上がりますね。風は北東の風で曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。波の方は 1.5 メートル、のち1メートルと出ております。すごい、降水確率、この後お昼12時までが 20%、そしてその後はもう夕方6時、深夜0時までともに 10%。雨の心配なさそうですね、嬉しい。今日観光にね、ちょうど当たっている方、ラッキーですね。はい。日中の最高気温は27度まで上がる見込みでございます。さあ、ですね、また明日明後日と週末になるわけなんですけれども、明日までは、降水確率もね、今のところ 10% ということで、わりかし雨の心配はなさそうです。ただ雲はね多くなりますよ。そして明後日18日ね、週末日曜日からまた急に、雨のお天気となります。降水確率もね、高くなりますので、はい、まあ、晴れの日に行けそうな観光スポットは今日明日で予定して、また明後日日曜日は中のね、観光施設だとか屋内で楽しめる、観光地予定してみるのもいいかもしれないですね。はい、以上本日のお天気情報、そして、週間天気予報をお届けいたしました。読谷ラジオをお届けしております。ラジオにプラスですね、ネットでの動画配信も行っておりますよ。 Ustream でね配信しておりますので、ネット環境もしくはスマートフォンお持ちの方なんかは FM 読谷と検索していただきまして、現在放送中のバナーをクリックして見て聞いて楽しんでいただければなと思います。サテライトスタジオのね様子もちらっと見えますのでね、本スタジオとはまた違うので面白いですよ。はい、さあ今日もですね、大京国紫村の、サテライトスタジオから生放送でお届けするわけなんですけれども、ここでリスナー様プレゼントご用意しております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、さあ聞いてくださってるあなたに感謝の気持ちを込めまして、まずはこちらのリスナープレゼント、沖縄コカ・コーラからの沖縄限定オリジナルデザイン缶3本を1セットにした商品でございます。こちら3名様にプレゼントご用意しております。とてもね可愛いインテリアにもバッチリな、オリジナル限定感となっております。沖縄でしか手に入らないのでね、ぜひこの機会にゲットしてください。さあそしてもう1つございます。こちらは読谷村が世界に誇る大企業沖縄ハム総合食品株式会社さんからのリスナープレゼント、紅麹ひじきともずく入りでございます。こちら沖縄の郷土料理の豆腐よ、ね、あの沖縄の居酒屋とかでよくねメニューにも並んでおりますけれども、その豆腐用に使われている鮮やかな紅色をした食品原料紅麹を使用した製品となっております。お酒のおつまみだったり、ご飯のお供に最適な商品となっておりますよ。紅麹にですね、ひじきと沖縄県産のもずくが一緒に漬け込まれております。まあもう麹っていうだけあってね、体にもねいい成分たっぷりでございますから、はい、そしてあまり店頭に並んでいない貴重な商品となります。ぜひこれを機にゲットしてください。宛先はすべて共通でございます。メールアドレスすべて小文字 FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp そして FM 読谷まで電話でも OK でございますよ。電話番号098-958-7860 098-958-7860となっております。皆様の、ご応募メッセージと一緒にねお待ちしておりますので、ぜひぜひ遠慮なくご連絡ください。よろしくお願いします。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村ほか各社の提供でお送りします。
は9時18分となりました。観光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。この後10時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。さあここで今度はですねリスナー様特典情報をございます。読谷村のね、はい、いろんな企業さんだとかこう飲食店はすごくサービス精神満点だなっていうのがねこういう、こうリスナープレゼントだとかお得情報からも感じられると思いますけれども、さあこちらでございます。読谷村のウフ堂という場所にございます居酒屋ごちそう屋さまさまさん。ウフ堂っていうのはですね大当たりと2文字書きます。とても縁起がねいい場所なんですよね。さあそちらにねある居酒屋ごちそう屋さまさまからなんとラジオを聞いてるあなたにお得な提供がございます。観光情報番組読谷ラジオを聞いて入店時にキーワードを伝えていただくだけでビール、麦職人、そして各種カクテル類、チューハイ各種、ハイボール各種、ソフトドリンク、ね、どちらか一杯を無料で提供しますと。さらにお子様連れの方はお子様限定でデザートのサービスもいたします。さあキーワードはこちらですよ。さまさまは FM 読谷を応援します。さまさまは FM 読谷を応援します。さあこちらのキーワードをですね、はい、スタッフさんに伝えていただければなと思います。まあ、どうしてもねちょっと恥ずかしいとかさ、キーワード覚えきれないやつさという人はせめてFM 読みたん聞いたんですけどみたいな、母装みたいな、まあ母装ってか一応聞こえるようにね、はい、伝えていただければドリンクの、ドリンクじゃない乾杯のドリンクですね、はい、一杯無料ってなるって大きいですよね。はい、なんだかこうお得なサービスを受けての一杯目ってなんだかちょっと嬉しくないですか。はい、そしてその他にもねお子様限定のサービスでデザートがつくっていうことで、こちらですね、まあ、お父さんお母さんだとかおじいちゃんおばあちゃんがね、はい、お子様お孫さんを喜ばすために、はい、さまさまさんご活用しているということなので、ぜひあなたも遠慮なく、はい、こういったの活用していただければなと思いますよ。以上リスナー様特典情報をお届けいたしました。読みたん、なんでも調査団。時刻は9時21分となりました。ここでですね、読谷なんでも調査団、こちらですねナビゲーターの私前川あやみと、そして比嘉正也さんがですね読谷村内を取材して回って、ラジオを聞いている皆様に新発見再発見をお届けするコーナーとなっております。さあ今日はね、まあ、金曜日、そして明日明後日土曜日日曜日週末ということで、そしてさらにね、まあ、沖縄夏に向けて気温も上がってね、口元がちょっと涼しくなるものが欲しくなるんじゃないでしょうか。この土日にお得な、ねお値段で食べられる夏の、ね夏にぴったりの食べ物がございますので、こちら、紹介したいと思います。では早速お聞きください。さあ読谷村の JA ファーマーズマーケットユンタ市場に来ております。ここでですね他とは一味違ったアイスクリームが楽しめるんですね、スタッフの方にちょっとお話を伺いたいと思います。ではちょっとお名前いただけますか。はい、こんにちは、私中曽根と申します。はい、中曽根さんでございます、よろしくお願いします。中曽根さんよくパーラーでお店の前で、ね、お会いしますね。はい、はい、さあ、もう沖縄ね、夏の季節がね本当にこうまさかりということで、パーラー J ファーマーズマーケットユンタ市場のパーラーでちょっと変わったソフトクリームが楽しめるんですよね。ちょっとご紹介いただけますか。はい、読谷ファーマーズマーケットでは夏にですね読谷さんのゴーヤを使ったソフトクリームを販売しております。読谷で採れたゴーヤーなんですね。そうですね、うん、はい、
もうこのパーラーでしか味わえないソフトクリームということ。ちょっとゴーヤーソフトクリームって聞くと一見なんかえっていうねちょっと反応になるんですけれども、実際にこうどういう感じでゴーヤーの要素が含まれているんでしょうか。そうですね、ただゴーヤーだけだとやっぱり苦味もあるので、ゴーヤーとこの梅シロップっていうのを使って、うん、あとソフトクリームのミックスを一緒に混ぜて作ってるので割と甘く、またゴーヤーの苦味もうまく生かして、うん、美味しい感じでできていますね、うん、暑い夏にはこう、はい、口の中がさっぱりしそうですね、はい。まあ、今から、ね、観光にいらっしゃる方も初めてゴーヤーソフトを食べるっていう方もいると思いますけれども、ちょっとそういった方に、まあ、ゴーヤーソフトの PR とメッセージをいただけますか。あ、そうですねまあゴーヤー皆さん苦いイメージがあると思うんですけど、結構美味しくて食べやすいので、ぜひ読谷に来た際にはファーマーズに来ていただいて、ゴーヤーアイソフトクリームをぜひ食べてみてください。はい、ということでお話 J ファーマーズのスタッフさんを伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、お届けいたしました。ゴーヤーソフトクリーム、ね、あのゴーヤーといえばもう沖縄の食材としてはもうすぐ頭に浮かぶね、観光にいらしてる方も多いと思いますけれども、なんとそれがスイーツになっちゃったということでね、あの味がね最初は想像できないと思いますけれども、これねゴーヤーが苦手っていう方はもう騙されたと思って一回食べてみてください。あのね美味しいすごくね爽やかなんですよね。そして今はですね、あの蜂蜜も中にあの加えて、あのさらに味に改良を加えているということで、こうまろやかにというかさらに食べやすくなっているので、はい、あのお子様からご年配の方まですごく人気だそうですよ、はい。なのでぜひ読谷村にお越しになった際にご当地というかね、読谷村でしか食べれないゴーヤーソフトクリーム食べに来てください。ちなみに明日明後日土日は平日よりソフトクリーム安くお楽しみいただけます。150円だったかな、はい、あのぜひぜひ食べに行ってみてくださいね。以上、読谷なんでも調査団お届けいたしました。曲読谷村という歌でございます。歌ってくれてるのはですね、ラグンブルーという、女の子3人組ダンスボーカルユニットでございますよ。頭にねベニーモタルトのピン止めというか飾りをつけてね、はい、踊ったりもするんですけれども、すごく可愛いんですよ。そしてダンスもついてるんですよね、この歌、はい。そのダンスがですね収録された DVD を今ですね、なんと無料でプレゼントしております。ラジオ聴いてるそこのあなた、
ぜひね、もらって損はないと思いますので、こちらの DVD 欲しいとね、メッセージください。 FM 数字の786 @FM 読みたん .co.jp、 そして電話番号958-7860 FM 読みたんとなっております。取りに来ていただける方限定とはなりますけれども、本土からもですね問い合わせがあるぐらいなんですよ。ぜひゲットしてください。 CM の後は体験王国紫村さんの情報をお届けいたします。愛が一番、日本一の観光情報番組読谷ラジオ、9時からスタートしております。CM 明けて9時31分となりました。続きましてはこちらのコーナー。あなたも沖縄を体験、紫村情報。王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのがここ、楽しいがいっぱい体験王国紫村でございます。さあ本日もですね、紫村の情報をお届けしてまいりますよ。ここでですね、この方っていうことでね、いつも歩くイケメンさんの声をお届けするわけなんですけれども、今日はまだね見えてなくて、私の方から先に太京国紫村さんの情報をお届けしたいと思います。さあ太京国紫村ね、聞いたことありますでしょうか、もしくは来たことありますか。観光にいらしてる方もね、やっぱりこう
前もってネットでね、沖縄の観光スポットとかネットで検索して沖縄に来る方も多いと思いますけれども、もう必ずね出てくるこの体験王国紫村がですね、なんとここ読谷村にあるんでございます。はい、場所がですね、読谷村の高志保という地域にございますよ。もうね、目の前はすぐ海で、周りはサトウキビ畑というすごいのどかな場所なんですけれども、その中に、赤瓦の建物で、紫村とございます。まあ、那覇からだと車で約1時間ぐらいですかね。はい、すごくね、なんて言うんだろう、あ、沖縄に来たなっていうよね、はい、感想をきっと抱くんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、その体験王国紫村の中に今私が放送しているこのサテライトスタジオもあるんでございます。はい、さあね、紫村のんびりゆったりウチナータイムを楽しめる場所となっております。ですね、以前、まあ、NHK の大河ドラマ琉球の風ね、見たことある方もいると思いますけれども、そのオープンセットとして使用された舞台なんですよね、この体験王国紫村。その中で沖縄の文化、芸能、芸術を体験することができます。ポイントは体験できるってことでございます。はい、ただ見るだけでは終わらないんですね、実際に自分で体験できるということで、そのね体験が、まあ、32の工房の中で101の感動体験とね、先ほども伝えましたけれども、もうね伝えきれないほどあるんですね。はい、いろいろまた体験の種類もありまして、実際にクラフト作りでシーサーを作ったり、シーサーに色をつけたりだとか、そしてオリジナルの自分のお土産にしたり、もしくはね、他にもトンボ玉アクセサリー体験、そして琉球藍染め体験、それからですね、まだありますよ、ジェルアート体験、はい、だとか他にも花織り体験、これはですね、まあ、長い歴史を持つ伝統織物、花織り、ね、読谷村にも伝統工芸品として残っておりますけれども、だとかミンサ織りでね、コースターとかテーブルクロスを、作ったりできるんですね。コースターぐらいだとね、こうお土産でも持って帰りやすいんじゃないでしょうかね。魅力はまた作ったものをお土産として持って帰れるっていうところがありますからね。はい、その他にもですね、空手体験、実際に自分の体を動かしたり、そしてエイサー体験、それからね、動物もいるので馬との触れ合い体験、実際に乗ってね乗馬が楽しめる馬との触れ合い体験もあれば、吹きガラス体験、はい、伝統工芸のね琉球ガラスのね歴史だとかも学びながら、世界で一つの自分だけのグラスを作ることができます。さあ、そしてちょっとね、食事というか、なんか食いしん坊のあなた食いしん坊のあなたっていうのもねあれですけれども、サーターアンダギーだとか沖縄そばの手打ち体験というのもねあるんですよ。もちろん作った後は自分でね作って食べて体感できるという、はい、ものがございます。はい、よくね取材してる中で見るのは、まあ、トンボ玉アクセサリー、こちら女性にすごい人気な気がしますね。バーナーでガラス棒を溶かして、トンボ玉のアクセサリーを作ることができるんですけれども、やっぱりこうすごく可愛いんですよね。そしてその他にもキャンドルアート体験というのもあって、その素敵なグラスの中に貝殻だとか星砂、そして沖縄の思い出をね詰め込んだジェルキャンドルを作ることができるんです。これもねすごくこういいですよね、自分のオリジナルの、キャンドルアートということで、はい、あと三線制作だとかもありますよ。はい、さあ、そんなね、各体験ができるんですけれども、ちょっと園内でですね、車椅子で体験されてきた方がいたので、ちょっとそのお声を皆様にお届けしたいと思いますよ。お聞きください。はい、また車椅子を利用される方から見ていかがだったかなとちょっと気になって、はい、お声かけさせていただいたんですけれども、実際に紫村園内回ってみていかがでしたか？楽しかったですよそういったこうまた徒歩とは違った車椅子で回るっていう点だと、はい、いかがでしたか？こうなんか石畳でゴツゴツしていたりもしたと思うんですけれども、石畳のところはちょっと
あの引っかかっちゃうんでちょっと動きづらいかなと思ったんですけど、うん、でも店の中とかそういうとこはスロープを全体的に作ってもらえてるから、うん、ある程度動きやすかったかなと思います。そうなんですね。でもそこまで特に不便したっていうものとかはありましたか？不便したのは特にないですね。石畳がちょっと辛かったかなっていうぐらいで、はいはい、あとは動きづらかったです。あ、本当ですか。他にもこうお手洗い施設だとかそういったのも含めていかがでしたか？お手洗いは入ってないんでわかんないですけど。そうですね。そうですね。まあでも、まあ、あと一つか二つぐらいあったら楽なのかなっていう気はしますね。はい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 。そうなんですね。やっぱりこうね、また私たちとはちょっとまた違った視点で見ているものも多いと思うのでちょっと感じるものと思ったんですけれども、一緒にいらっしゃるのは奥さんですか？そうです。あ、奥様にもちょっと伺ってみてもいいですか？はい、はい、一緒にね旦那様と、園内回られていかがでしたか？やっぱり結構でも車椅子で移動できるところ沖縄自体意外に多いなというイメージがあったのでここもどうかなと思ったんですが全然楽に行けたかなと。あ、ちょっと坂道が強かったですけど、そこが、はい。あ、でも意外とこう多いなっていう風な印象を受けてるんですね、車椅子で回れるところが。読谷村内、他にもどこか回られました？あれ、マンザも、あ、まあ、お隣なんですよ。あ、違うんですか。んなんですじゃあここしか来てないですね、読谷村。そうなんですね。でもそうか、じゃあ車椅子で回られる方でも園内楽しみ。ちなみにどの体験してきたんですか？ガラス、吹きガラスの。あ、これはもうお二人で。二人で、はいはい、で今日はそれが出来上がったものを受け取りに来たんですよね。出来はいかがですか？出来まだ見てないです、ね、あ、そうなんですか。ここにあります。本当だ。持って帰ってからのお土産として、持って帰ってからのお土産、お楽しみで、はい、チェックするのかなと思って行ったらチェックしずにもらえたんで。あ、そうなんですね。俺の車で待っときゃよかったと思って。そうなんだ。いやでもいいですね、こう体験施設の中でもこう、まあ、車椅子でも普通にこう吹きガラス体験するにあたっては、うん、全然普通ですよ。係の人がうまいこといろいろ荷物どかしてくれたりとかして、結構親切に、うん、はい、対応してくれました。あ、そうなんですね。わかります。はい、ということでね、車椅子で利用されている方でもこの体験施設楽しめる、ね、こうやっぱり少しだけ、身体に、ね、障害を持っている方なんかは限られるなっていう方もね、はい、正直いるかと思いますけれども、この体験王国紫村は、ね、今お声でもあったようにスロープだとかも、はい、準備されていたりだとか、こうそういった方にも優しく、ね、体験できる環境を作ってくださっているスタッフさんのね、心配りもすごいということなので、ぜひ、ね、ご家族だとかご友人だとか、そういう方がいるっていう方も、心配なく訪れることができるこの体験王国紫村でございますよ。この体験王国紫村さんの中ですね、はい、まあ、石畳になっていまして、石垣でザ・沖縄という雰囲気を味わえます。そして体験施設もしつつ、体験しつつお食事もできます。しかも園内で、はい、っていうことは車での移動も必要ないってことですよね。こちらですね、琉球武家屋敷ジャナー亭というお食事どころもありまして、琉球料理だとか琉球芸能もご堪能いただける、そんなお食事どころでございます。読谷のね、紅豚そばっていうものがあるんですけれども、すごいこう美味しいんです。読谷のブランド豚の三枚肉が入った当店自慢のそばですということでね、ありますけれども、そして、その他にも、まあ、もちろんデザートもございます。そしてジャナテーさんはですね、全部畳、はい、和室というか畳が敷かれているので、小さなお子様連れの方も安心してお食事楽しむことができる、そんな場所となっております。そしてもう一つ、こちらはですね、レストラン待機というまた別の、ね、お食事どころも園内にあるんですけれども、こちらはまたバラエティ豊かなメニュー、沖縄料理も盛りだくさんのバイキングが楽しめるレストランとなっております。地元の方がね、またとにかく多いんですよね。
メニューの中にはタコライスだったり中身汁だったり沖縄料理が盛りだくさんなんですよ。その中でもね、大気自慢のプルプルテビチ、テビチって食べたことありますか？私すっごい大好きなんですけれども、それもねすごく人気だそうです。はい、ランチバイキングがですねこの後お昼11時から15時、そして一旦閉めまして、また17時ですね、夕方5時からなんと夜11時まで空いてるということで、遅くにねお食事をするっていう方にも、いい場所となっております、レストラン待機。さあ体験王国紫村さんで、ね、ぜひ、体験をしてお土産なんか、そして思い出なんかも作っていただいて、でお腹も心も満たしていただければなと思いますよ。さあ体験王国紫村さんはですね、読谷村の高志峰1020の1番地、1020の1番地にございます。お問い合わせはですね、電話番号098-958-7860 098-958-78、全然違いますね、 FM 読みたんだった、それは失礼しました、098-958-1が4つ、はい、大峡谷紫村さん098-958-1が4つ、1111までね、はい失礼しました、大峡谷紫村さんの情報、ご予約などお問い合わせください。以上、楽しいがいっぱい大峡谷紫村の情報でございました。Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place. さあ観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。さあ毎週金曜日はですね、読谷村の海の情報、マリンインフォメーションをお届けしておりますよ。お届けしてくださいますのは、読谷村瀬那覇にございますマリンサポート態度残波の山本さんでございます。つながっておりますので、早速お呼びしましょう。もしもし、山本さん。はい、はい、おはようございます。はい、おはようございます。では今日も海の情報よろしくお願いします。はい、はい、おはようございます。読谷のマリンサポート態度残波さんです。今日も沖縄の海の情報をお伝えします。今日はですね、いいお天気になりましたね。ただ海の状態としては冬の風が吹いておりまして、ベストとは言い難い状態です。多少波がある状態となりますので、酔いやすい人は酔い止めを飲むことをお勧めします。いやー大丈夫でしょうなんて思ってると、戻ってきてからどこにも行きたくなるぐらいグロッキーになってしまう場合もありますので、保険として飲んでおく方のいた、保険として飲んでおいた方がいいですね。海中はこれだけ毎日雨が降っていると濁って毎日なんじゃないのと思われがちですけれども、水中環境によって大事ことになります。水中環境、水中がどういう地形なのかというのは陸上からおおよその予想はできて、陸上がビーチなら水中も白い、真っ白な砂が広がる綺麗な砂場、陸上がゴツゴツした岩場なら水中も岩や崖などが多い冒険心をそそる感じの岩場です。
砂地の水中の場合は比較的雨の時に濁りやすいですけれども、岩場の場合はそうでもないです。いずれにしても近くに小さくても川があるとさらに濁りやすさが倍増しますので、どこの海に行くのかというのを地図や写真などで見てみると大体すぐに分かりますよ。ただ一概にですね、濁りといっても様々です。水中に要は異物があるのが濁りなので、それが泥なのか水中プランクトンなのかによってかなり水中は異なります。水中プランクトンで濁っているのなら水中はお魚天国です。なので濁りをですね、一概に嫌わないようにしてみてくださいね。ただ沖縄の場合濁っていたとしても本土の海のようなこう何も見えないといった広い濁りはほぼないですけどね。なので、雨だしなとそんな気落ちをせずにですね、まずはいろいろ参加してみましょうね。楽しい、海の世界、非日常が皆さんを待っています。今日もですね、いいお天気になりましたので、また多少波はあるにしてもとても気持ちよく楽しんでいけると思いますよ。私たちが行っている前田岬の海は非常に綺麗な状態ですので、ぜひ楽しんでみましょうね。はい、じゃあ今日も、マミさんからマリンサポートもさんお伝えしました。はい、マリンサポート隊との山本さん、モッツァンさんでございました。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、お届けしていただきましたのはね、マリンサポート隊と残波の、山本さんでございました。こちらですね、読谷村のあざ瀬那覇950番地に、あるショップでございます。はい、シュノーケルだとか体験ダイビングもできる場所でございますよ。これからの沖縄の季節にぴったりでございますね。ぜひ、はい、あの場所も押さえて訪れてみてください。以上、マリンインフォメーションをお届けいたしました。さあ、観光情報番組読谷ラジオもエンディングでございます。9時からお届けしましたけれども、もうね、お時間になってまいりました。さあ、ここでですね、ちょっとまたまたお得な情報というか新情報ございます。なんと沖縄ファミリーマートと読谷村にございますホテル日光アリビラさんがコラボレーションスイーツを発表いたしました。こちら5月13日火曜日から6月2日月曜日まで、はい、あの沖縄県内のファミリーマートにて期間限定で、発売するそうです。私ね、早速ね、あの5月13日だったかな、14日だったかな、ファミリーマート読谷村に行ったんですけれども、もうすでに売り切れてました。午前中、いや午後1ぐらいに行ったんですけどね。いやー、なのでね、まだ食べきれてないんですよ。ぜひね、あの食べたっていう方はちょっと感想番組にもお寄せいただければなと思います。ちなみに、いちごのマスカルポーネムース、バジルの香りとね、もう1種類エクレアで、ノアゼットヘーゼルナッツ風味というこの2種類のスイーツがね、沖縄ファミリーマートさんで、はい、ご試食とかご賞味いただけますので、こういうねコンビニエンスストアなんかは観光にいらしてる方なんかはねよく利用すると思いますので、その際にぜひスイーツコーナー覗いてみてください。ホテルニコアリビラさんとのねコラボレーションスイーツファミリーマートでご用意しておりますので、ぜひゲットしてみてくださいね。さあ、そして明日あさって土日は読谷村の残波岬憩いの広場ではですね、お子様に嬉しいふわふわだとかね、あのチンブルゲーラーの遊具がね、あの5月の土日限定でお楽しみいただけます。まあ、ふわふわがちょっと限定になると思いますね。ぜひ11時から夕方6時まで営業しているので、残波岬憩いの広場立ち寄ってください。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいが一杯体験王国紫村、他各社の提供でお送りいたしました。ではでは皆様、今日も安全運転でお願いいたしますね。
今日も読谷村でお待ちしております。